鳥の王名表とは、古代エジプトの王の名を記したパピルス文書。古代エジプト第19王朝のラムセス2世の知性に制作されたと考えられている。元は、サルディニア王の持ち物とされるが、イタリアトリノのエジプト博物館で発見されたため、鳥の王名表と呼ばれる。現在も、トリノのエジプト博物館に保管されている。 パピルスに書かれてあったため欠損部が多く全貌は明らかになっていないものの古代エジプト王朝についてエジプト人自身が記した最も整った王名表でありラムセス2世以前の歴史についての基礎文献となっている鳥の王名表の残存部分このパピルスの冒頭部分及び末尾は散逸しておりリストそのものは 第19王朝以降についての記述がないことなどから、鳥の王名表は、第19王朝のラムセス2世一世中から遅くとも、第20王朝にかけてのいずれかの時点で、制作されたと考えられている。表には、王の名前と在位年数が記されており、中には、在位月数と日数まで詳細に記されている場合も、ある。一部については、王の家系ごとに、グループ化されていて、 それらは、マネとの記録と整合している。他の記録には、現れないような短命の王、少量種についても記述されている。パピルスの内容は11のコラムに区分され、その10コラムには、第15王朝のヒクソスの王たちについてのものがあり、ヒクソスの王らの名前にはカルトゥー種が付けられておらず、代わりに、彼らが、エジプト外部から来たことを示すヒエログリフの印が、 つけられている。最後の11コラムでは、第2中間期での第16定米王朝に属する土着のオーラの記載が認められ得る。第17王朝に関しては、パピルスの破損が著しく、復元が不可能であったため読めず、失われている。第18、19王朝の王名に関しては、この鳥の表では扱われていないと推定される。一般的通説では、 この王名表のリスト内容が、ラムセス2世紀の第19王朝から第20王朝までの時代に成立したとの見方がされているが、それについての何らかの確証が得られているわけではない。むしろ、他の見方として、時代を遥かに下り、歴史の記述が盛んになってきた、紀元前3世紀のヘレニズム時代。 マネトとその新刊グループにより制作されたものとの見方の方が妥当かもしれない。リストが破損間際の状態でテーベで発見されているが、何らかの事情でゲエジプトのメンフィスからテーベに移ったものか、それともそれが同時代的な写本の類いであったとかの可能性も考えられ得る。ありがとうございます。